先ほどの続きなんですけども、ちょっともう22時23分なんで、ここでお話しします。ボクシングの記事でもスポーツの勝ち負けでインターネットをね勝手に記事が流れてくるでしょたまにバンチがないとかって記事で出てくるでしょ。違う、それ威力がないっていうんです。パンチがないのかなって思ってまあ試合後だから疲れてる部分とかもあって、その辺はナチュラルで間違えてしまってるんだと思いますよ。選手がもうすごくもう息上がってる時で、僕もやっぱり息上がってる時ちょっと間違えたりすることありますから、人間もみんなそうだと思いますよ。もう息上がった脳に酸素がしっかりといかなくなったら本当無理だから、それはそれでけど記事書いてる人は行き上がってるこれわざと流してきてるんじゃんか笑わせようとしてパンチがないボクシングしてるパンチがないそんな試合あるわけないでしょ。1ラウンドから12ラウンド両者ちょうど今声が大きくなってきた時に踏切の音聞こえたでしょ近所迷惑にはならないこの辺も神がかり的な力でちゃんとなるようになってるんです。で、本当さすがに電車の時刻はなかなかそこたまに帰ってくるからややこしい。本当おかしい、この時間のはずだったのに。一応ね、さっきの踏切の音が本当だったっていうことでね、もうここまで音聞こえてもらったちゃんと電車通ってるでしょ。さすがにそんな嘘は僕は本当嘘嫌いだから本当テレビ局のアナウンサーの人たちとかが誰かと会話してるようなシーンあるでしょ。今年で言うとだいたい僕に叱られたりとか文句言われたりとかある程度相談されたりとか、いや本当こんなもんこんな放送してたら本当世の中無理ですよって、もうみんなもしかして今僕を見てる映像もうみんな逃げた後ですかとかそういう話ちょいちょい確認しなかった。怒ってるうちはいいけども不安になった時めちゃくちゃ不安になるから、もうエネルギーの残存量問題とか考えた、昔だって69年分とかでしたもん。ちゃんとカウントダウンされてる。ちょっと緊張感のある話で一旦ここで録画停止します。軍隊長の残り2人どんな話だったかなともう俺もその胸ちょっと見せたやつなんか俺もう無理やからその話もう俺もうしたくないわもうどんなもう俺も巻き込まれて嫌やからちょっと待って革命か一人だけまともそうな人間入れとくってさっきのこの話と軍隊長の話、自衛官とかも他国の、軍隊とかもうそんなことしてる場合じゃないでしょっていう話になったでしょ。もう1998年のフルーツラパークの時もうその話で決着つきましたもん。世界中の政府上層部で本当にあとは国連条項ちゃんと軍事費の縮小、軍備の縮小2つ言ったってその辺イコールだったらどうします行政だって法律照らし合わせた内容でねえ、いい線言ってる内容を書いてきてるでしょ僕の言ってる内容を本当に実践したらね、絶対戦争ならないでしょ。まずそこ大きなメリット、戦車とかなくなるんですから。航空機全然いらん。ややこしいだけ。ジェット戦闘機で災害救助に行ったやつなんか見たことない。その話で航空自衛官のなんとかっていうやつを
テニスの方に回らせたから その男の名前が偽名錦織圭もう忘れたけど、もう錦織圭の方からちょっと本名に直して、本当にもうそれせんかと、もう言わなが無理無理、こんなにもうむちゃくちゃな話ばっかりだったら本当に本当にいやだからある程度エネルギーの残存量問題が世界中の政府上層部で問題かなってる、国連条項でもちゃんと軍備の縮小とか書かれてるから、あと他の法律でもみんなの命がかかってるから、むしろそちらの方を優先でしょっていう話になってるからだからもう一人の軍隊長がどうなんだかな、一人だけまともそうな顔の人入れとくって、男女平等の社会で攻めてくる人いたらややこしいし、女性にしとくまともな顔の方でそのまともな顔の人のその胸露出させたやつ抑え込んでもらうしかないやろ向こうも嫌やって言ってくそんなやつ相手にしたくない、自分もそれこそ間違えられる俺らの専門に一緒にいただけで間違えるの嫌やもん警察官の人とかが真面目な言っていいって、フルーツラパークも多分そういう業界のやつもう紛れ込んだ実はもう辞めさせた方やねんかって連絡誰から来たかって言ったら、一応君も一緒に連絡した方だったはずだねんけど覚えてるって言えて急にね、小学校の頃の話からその神戸市立ホテルフルーツバークの1997年8年の話に戻ってますけどもメモしてなかったら忘れます。で正直言うとそういうやつ今なんかもうものすごい数出回った後やから一応リスト作っといた方がいい。であとは同姓同名の人なんかいっぱいいるから一応年齢とそういうやつらのリストを作っておいて、まあそれらしい人とか、まあ、それ喋ってる言動とかで分かるから、そういう業界のことを認めてるか認めてないかとか、そういうところに行きたいとか言ってるやつも絶対お前絶対そうやろ分かるからお金貸さされた話とで、僕は200万も金貸さされて連れて行かれたのが、そのねテレビ局のアナウンサーうんぬんとのその結婚話とかね、その辺の話で東京にある和食の仕出し弁当とか仕出ししてる店の再建でとかいろいろうまいこと言われて200万金貸さされて、そいつに連れて行かれたのがキャバクラ、その後警察官4人突入いかにこらえる必死で出されたウイスキーも女の店員と一言も喋ってなくてどうしてたかって言ったらもうこういう状態ごめんなさい、もうちょっと後ろに喋ったら分かるかごめんなさいねこういう状態ちゃんと僕も税金とか納税してるから200万作るのに、その時に途中から暴力団の名前出されてちょっと僕も怖くなって、アコムとかの消費者金融3社から90万金下ろさせられてる、である程度テレビ局も次にあると思います、フェイクニュースとか放送してるから。であと淡井圭介の結婚話して、ほぼ全員が全員アナウンサーだけじゃなくて、もう女優の世界はいいんだけども怖いからあの世界もうそっち行った人間もう何してるか分からへんから、でいやもう確認ができないの、いちいち一人一人調べるものすごい数がデビューしてくるからで名前は変えてるわとかなってきたら、お前もう絶対そっち側の人間なんじゃないのってもう
無理やからって助ける、いやいやいや勘違いされるって俺も知らんかったかそういうやつって言って、ちゃんと僕もちゃんとした理由がある、しっかりとした理由、まあ、あんなに働いてて無理だからそんなこといちいち知るのってで、まあ音楽業界も含めてそうなんですけどね、モデルとか